ご視聴ありがとうございます。こうチャンネルです。今回は印西市の吉高というところに行ってきました。目的は大桜を見るためです。ここの一本桜としてね、有名な吉高の大桜なんですけども、今年のね、大桜祭りは4月の1日2日になります。私が行ったのが3月の29日、ちょうどね、満開だったと思います。で、山桜なので花の時期が非常に短い。満開になって2日か3日するとね、もう散れてしまう。本当にね、短い期間しか楽しめないんですけれども、毎年ね、楽しみにしている方が大勢いる桜です。ちょっとね、歩きながら見てて見えたんでね、ちょっとバックしてみました。いや、でかいですよね。これがね、一本の桜の木っていうから驚きですよね。樹齢はね、300年以上。須藤家の氏神の守り神としてね、植えられた一本の木がね、これだけ大きくなったということです。峠の茶屋でね、タケノコご飯とかね、まあ途中途中ね、焼き芋とか新鮮野菜とかね、売ってるんですけども、まだね、時間が早すぎて何も買えませんでした。今年もね、この大根、愉快な大根ね、農家のお父さん作ってるんだと思うんですけどね、毎年ね、愉快な大根見れます。でね、イノシシが出るということで、ところどころね、畑の周りなんかには電気柵が張ってあるので、注意してね、くださいね。電気流れてますからね。ここね、さっき話した須藤家の氏神様の祠に植えられた山桜っていうことですね。で、ここからね、スライドショーも、交えてですね、行きたいと思います。まあ、ここからね、私ちょっと黙ろうかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ピンクのね、山がそこにあるかのようなね、大きな桜の木でした。